マウリッシオ・アニバル・イスラ・イスラは、チリブイン出身のサッカー選手。ポジションは、MF、DF。フラメンゴ所属。サッカーチリ代表。複数のポジションをこなす、ユーティリティープレイヤーであり、終盤のみならずウィング、サイドバックもこなす。チリのウニベルシダ・カトリカのユース出身。2007年により、イタリアのウディネーゼ・カルチョに所属。 ウディネーゼでは2010から11シーズンの4位、2011から12シーズンの3位と CL 出場権に入る、好成績に貢献した。2011から12シーズン後、同僚のクワド・アサモアと共に、ユベントス FC に移籍決定。しかし、2011から12シーズンに追った、負傷の影響から不振で、リーグ戦は11試合の出場に終わった。 2014年8月6日、出場機会を求めて、クイーンズパークレンジャーズ FC へ、レンタル移籍。2015年8月31日、ユベントスから、パオロデチェリエと共に、オリンピックマルセイユへ、買取オプション付きのレンタル移籍。23試合に出場し2得点を挙げる活躍を、見せたが、クラブの財政的な理由により買取オプションは、行使されなかった。 2016年8月11日、カリアリカルチョへ3年契約で完全移籍を果たした。移籍金は400万ユーロ。2007FIFAU-20 ワールドカップでは、チリ代表のキャプテンを務め、アレクシス・サンチェスらと共にチームを同大会3位に導いた。2007年9月には新たに監督に就任した、マルセロ・ビエル・サニオリエ代表にも招集され、 スイスとの親善試合で初出場を果たした。2010FIFA ワールドカップでは右サイドバックのレギュラーとして全4試合に先発出場し、チリのベスト16入りに貢献した。2010年9月7日のウクライナとの親善試合で代表初得点を記録。ありがとうございます。